今日は最上川の水質調査をしたり、堤防を歩いたりしながら、さらに最上川について詳しく知りたいです。頑張るぞー。最上川の長さというのは、とても長くて、日本の川の中でも7位。そう、なんと7位というとっても長い大きい川です。距離が長いことが改めて知れた。ベスト10に乗ってるのがすごいと思いました。こちらの方は、排水ポンプ車という機械です。溜まった水を今度堤防の上を乗り越してポンプを使って水を吸い込んで川の方に吐き出すのがこの排水ポンプ車の役割です。あんな水が流れるのは初めて見た。あのプールのところをあの10分で吸い取ってバーって出すのを聞いて驚いた。重いし動かすのとかストップとか前に進むとか後に進むとか大変だけど早く枯れるからいいなって思いました。私たちの身の回りのものには酸性アルカリ性というものがあって、強さを0から14までの数値で表します。自分の思いの言ってみ。 7.0。 はい、中性か、ね、中性。川の水は中性です。そんな汚くはなかった。けど高級車。あ、これが照明車です。今ライトが上まで伸びていますが、高さ10メートル程度の高さになっています。安全になっているかとかを調べるためにこの破天パトロールカーを使っています。楽しかったです。一番楽しみにしてた水質調査でアルカリ性と酸性とかいろいろ知れたからよかったです。今日はいろんなことを学べて楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。